はい、皆さんおはようございます。前乗りです。ちょっと久しぶりの初心者のための居残り CG やっていこうかなと思います。よろしくお願いします。で、今回なんですけど、相手の隙を見つける立ち回りというか、隙を見つけて戦いましょうみたいなことをね、説明できればなと思っております。で、まずは3層地下ゾフィア使って攻めてるラウンドから、いつも通り1からですね、見ていきたいなと思います。3層地下攻めるときは、クレーマー持ちの場合、クレーマー持ってる場合は、この娯楽の飛び出しにしっかり置いておくといいのかなと思います。娯楽か図書ですね。僕は今回図書側2階のこの位置ですね、 S 側の窓に置いてます。で、多分サッチャーさんがね、置いてくれてるのかな。位置としてはよいしょ、ここですね、この娯楽の飛び出しに、多分置いてるかな。あ、タッチャーさんも S 側に置いてるね。はい、どっかにね、置いてもらって、今僕が降りた場所ここですね、この真下、ここに置く人もいます、クレーマーをね。その辺はちょっと自分の置きたい場所を選んでもらって、僕はいつも上の図書の外に置いてます。そんなわけで、地下攻めるときはちゃんと記念のですね、飛び出しっていうのは、ちゃんと娯楽と図書の飛び出しっていうのは警戒しておかないといけないです。で、これからですね、餅つき阻止しながらテルミで開けていくんですけど、いろんな餅つきの阻止の方法はありますけど、今回はね、ゾフィアの根下で、阻止します。簡単に言うと、根下食らった瞬間にね、バンディアショックワイヤー置こうとすると、その動作がキャンセルされるんで、強制的にね。なので、それをするために根下を打つんですけど、根下打つ前に、ADS があるかもしれないんで、サッチャーが投げまして、っていう流れなんですけど、サッチャーがですね、ここでもう投げちゃってて、はい、で、本当だったら、根下打つ前、もうこの辺とかでサッチャーを投げてほしいんですよね、もう一回。っていうのも、カイドウがいるかもしれないんで、サッチャー基本的にもう2個投げた方が確実です。この時はノラの方だったんで連携は取れなかったですけど、投げてほしいな。で、投げる様子なかったんで、僕はもう打っちゃったんですけど、これ多分ね、吸われてます。 ADS ね、おそらくね、サッチャーで EMP で壊された後にもう一回置いてると思うんですよ。なので、吸われたんですけど、この時はなんとかね、なんとかというか運よく割れたんですけど、本当だったらサッチャーの EMP 起爆しました、 ADS 壊れました、でももう一回 ADS を置かれる可能性もあるんで、一番理想は EMP も2個投げてる。そうすれば相手はね、 ADS も置けないし、カイドも設置できないっていうことですね。で、それをした上でテルミットが張って起爆するときに、同時に一緒にですね、こういう感じでコンカッションを、ドローン入り口に打つと、はい、2個打てば確実に割れるんですけど、1個でも一応ね、タイミングよくやれば阻止できます。今回ちょっとテルミットさんの張るタイミングと、EMP 投げるタイミングと今回のタイミングとともいろいろミスってるんで、はい、割れたのは良かったですけど、確実にやる場合は EMP2 個投げて、で、その間にコンカッションも打って、その間にテルミットはもう起爆してるっていう流れですね。それを覚えておいてください。で、今見て分かったように、開けた後にミラーがあるじゃないですか、こうやってね。で、こうやってミラーがある場合は、3層地下に関してはもうね、ゴリ押しができないんで、例えばですけど、ここに火花がいるとして、ペレットを打ったとしても、この小部屋からリスクなくね、簡単に壊されるんで、それも難しいと。あとね、木持ちがいない場合、もう設置とかしようと思ってもミラから見られちゃうんで、 C4 も飛んでくるしね、かなり設置が難しいんで、ミラがいた場合はもうね、攻める場所変えたりした方がいいと思います。僕はいつもすぐ変えます。カピタを持ってたり、木持ちがいたりしたら、うまいことね、設置を通すこともありますけど、今回は見てわかる通り、グリッドロックさんですね。グリッドロックが、木持ちのグリッドロックがね、反対側いるんで、これはもうそもそも攻めるの難しいので、ミラーがいるっていうことで、すぐ僕はルート変更します。ドローン拾ってすぐ、逆のメインガレージ側に移動していきます。そういう風に相手の守り見て、すぐ攻めのね、ルートを変えるっていうのはめちゃくちゃ大事です。裏開けてた、
で、反対側に移動していくんですけど、僕はですね、反対、メインガレージ攻めるときはいつもここの、正面玄関、ここ開けます、バリケード開けます。で、なんでかっていうと、メインガレージ攻めていくときに、この正面玄関というか正面のこの階段ですね、こっちの階段を降りてくる可能性があるんです、相手が。それをしづらくするために、バリケード開けてます。このバリケードが閉まってると簡単にね、あ、敵いないじゃんっていうことで防衛側はうろちょろできちゃうんで、それをまあしづらくするためにバリケード開けてます。裏行きますね。裏行く、はい、というわけで裏を攻めるためにぐるーっと回ってきましたと。で、こっからが今回の本題です。本題というか、まあ話したいことですね。ドローンでね、見ていくんですけど、一瞬なのでね、ちゃんと見てください皆さん。ここ、はい、見えましたかね、今一瞬ビリってる。ミラウラにイエガーがいます。よいしょ、これですね、このイエガーで、これ本当によくあるシチュエーションというか場面で、ミラ窓を使って誰かが守ってると。で、今ね、銃撃ってるじゃないですか、誰かが、ルークかどこかなが、ワイン側から撃ってます。で、この角度で結構深い位置でこうやって、誰かが見てると、このミラウラの人からすると、とりあえずはね、メインガレージ側、ワイン側の敵は来ないだろうっていう風に油断するんですよ。まあ、自分が防衛側だとして想像してみてくださいね。自分がミラウラにいました。で、正面に敵がいます。見たい、ミラを使って見たいっていう風に入ってる時に、ワイン側の、まあ、N 側ですねに、もう一人味方がいる。で、その人はこっちの N 側の敵を見てくれてるってなると、後ろですね、そこまで警戒しなくていいかなって思っちゃうじゃないですか。この後ろにいる味方が死んじゃったりしたら、さすがにね、こっから敵来るんで、 N 側から来るんで、ミラウラに簡単に入れなくなりますけど、味方がまだ N 側にいるっていうことで安心してミラウラに入っちゃってるんですよね。まあ、そこの隙っていうのを見つけるのがすごい大事です。で、僕はもうこの瞬間、まあ、いつものよくあるパターンだなっていうことで、まずは、勇姿を壊して入れる準備します。で、ドローンが遠かったんで、味方の人に、ドローン回してって言ったのが、一応まだね、同じ位置にいるかっていうのを確認したかったんで、ドローン回してもらって、この入ってすぐのところにいるんですよ。いるっていうのを報告入ると同時にすぐ、ほぼ決め打ちですね。で、倒していきます。この入ってすぐのところにいるんですよ。これですね、本当によくあるシチュエーションで、あそこのミラウラよくいるんですよ。で、これぐらいのスピードでさって進まれて撃たれると、カバーのしようがないんですね。この今いる毒かルークかわかんないですけど、その人からするとゆっくり来てくれれば撃てますけど、このスピードで入られちゃうともう倒しようがないんで、こうやって倒されちゃいます、味方がね。こういう隙をしっかり見つけることがめちゃくちゃ大事です。で、細かい話をすると、実はね、ここでドローン回した時にビリってる、ここの工事の有無っていうのも見た方がいいです。ここに足元工事されてると、何が起こるかっていうと、ミラがここにあるじゃないですか。このミラ窓から、僕がですね、ここ進んだ時に足が見えちゃって、ミラ窓からやられちゃうんですよ。ただここに工事がないと、さっきみたいに見られないんで、この入ってすぐのところにいるんです。進んでこの位置で撃ちに行きます。この位置はね、ミラから見えてないんで倒しに行けると、はい。まあ、そういうことで、何が言えるかっていうと、隙を見つけてね、こういう風に倒すのも大事なんですけど、特にこの山荘地下ですね、こういう場面よくあるんで倒すのも大事なんですけど、自分がミラを使ってる場合はですね、ここの足元工事は絶対した方がいいです。そうしないと N 側から来た敵をね、こういう風に隙を見つけられて、ここにいる味方をね、倒されちゃうんで、ミラ裏からね、 N 側に対してカバーできないんで、ちゃんと工事しておくといいと思います。まあ、相手の心理を考えるというのも大事ですね。自分がここに入ってた場合、まあ、後ろはミラーも見てるし、一人入ってるし大丈夫だろうっていうね、気持ちになっちゃうんで、まあ、そういう心の隙みたいなのもしっかりね、感じ取って倒しに行くっていうことも大事なスキルだと思います。はい、ちょっととりあえずこのラウンドは終わりで、次別のラウンドを見ていきたいなと思います。はい、次はですね、足を使ってカフェ3階を攻めてるラウンドです。これもね、ちょっと1から見ていきたいと思うんですけど、まず僕はですね、この最初 S 側で湧いたらはしごで登ります。ここね、登るとリスキルというか窓が見やすいので、この窓ちょっと画像が悪くなった。
ここの窓でいますね、これ今回終わり役この窓一人ピックしてみたいな、で一応もう一個下の窓まで見れるんですけど、今回見なかったんですけど、このリスキルを警戒するために進んでね、下から進んでいっちゃうと相手にリスキルされちゃうんで、ここを登ってこうやって見ると一番確実だと思います。こんな感じでね、一人ピックしてみたいな。でまあ、今回はその敵もう一回来たんでね、倒しましたと。名前にそれで、普通に上に登っていきまして攻めていくんですけど、ちょっとドローマす時に、まあ、こうやって今ね、針、こういう針もね一応見るようにしましょう。見て壊わしましょうと。よいしょ、プラスの音するな。まあ、ドローンはね針見つけやすいんで、ちゃんと針も見る、見逃さないようにすると、まあ、こういう風にね、壊せる針いっぱいあるんで、カッパが2回目である。はい、で今ねこうやってドローン見ました。あ、なるほど、見ました。ああなるほどと。で僕の動きちょっと見てくださいね。から新発したじゃないですか。一気に行きます。一気に一気に行っちゃいますと。振り倒しの、これカプカン忘れてたんですけど、で左内からの縦裏で倒して、でここまで倒せればよかったんですけどね、はい、これは僕の実力不足です。はい、でちょっとドローン回しから見ていきましょうか。針壊しましたよね。その後ドローンで中の確認していくんですけど、隙を見つけてください皆さん。まず新発地したいない、いませんで、ここに一人ねリージョンが入ってます。リージョン入ってて、で冷蔵庫側、こっちはとりあえず開通はしてるけどまだ人がいない、人はいなくて、であのリージョンからするとあそこのね強砲に入っときながら針を投げてなんとかね守っておこうと。今針投げたんですけど、ここに見えますよね針、この針だと踏まずに進むことできるじゃないですか。まずこれ隙ですよね、一つので。その後ラウンジ見ていくんですけど、ボム裏、縦裏にいる。縦裏の敵って基本的にはもうなかなか動かないんで、まあ、自分で作った強砲なんでね、なかなか動かないんで、ずっとこっから動かないっていうことが予測できるじゃないですか。ああなるほどね。でああなるほどねと。でそうなるともう隙しかないです。で最終確認、もう一回リージョンが同じ位置にいることを確認して一気にいきます。もう隙はねこうやって見逃さず、そのチャンスを逃さず、ちょっと左寄りに進んでるのもここにある針を確認してたんで、左寄りに進んで倒して、あのリージョンからするとね針まず踏むだろうって思ってるんですけど、踏まずにもう入っちゃって倒して、でこの開通で移動できるのも分かったんで、移動して敵が来ないことを確認してから縦裏を通過していくと。はい、で最後ねこれ倒せたらよかったですけど、そういう感じでちょっと難しいかもしれないですけど、絶対硬そうな守りにも隙っていうのがあったりするんですよ。まあ、さっきの山荘でもそうですね、ミラーもあるし、英国でがっつり守ってるやつもいる、なかなか隙はないだろうと思えて意外と隙があったりするんで、まあ、そういうことを見逃さないっていうことの大事さですね。まあ、それと追加で説明しておきたいのが、こういう隙をつく立ち回りの強さっていうのがですね、どんなに硬い守りでもこういう急に進行してくる敵っていうのはカメラとかで確認できないんで対応しづらいんですよ、すごく。まあ、皆さんもよくね経験したことあると思いますけど、守ってて急に気づかぬ間に足とかが入ってたみたいな、ボムとかにね、そういう時に入られた後ってすごい対応しづらいじゃないですか。そういうことを攻撃側でやるっていうことですね。でこういう隙をついて中に切り込んでくれた味方がいた場合に、それについていくというか、場合によってはそこについていくっていうことも大事で、これでね僕が最後やられました。その後、ちゃんとね味方がこうやってカバーしてくれて、一緒についていってくれて、カプカンも倒してくれて、中の、敵みんな一掃して設置まで通すっていう流れなんですけど、まあ、そういうことで基本的な戦い方は一個一個ねガジェット壊して割る場所割って敵の固い守りを少しずつ潰していって崩していって徐々に攻めるっていうことが基本的な攻撃ですけど、たまにねこういう隙がある場合があるんで、そういう隙はちゃんと見逃さず立ち回るっていうことも、まあ、時には大事なんでね。でそういう場合はそうやって中に切り込んでくれて崩してくれた味方に合わせて一緒に進行していくっていうことも大事だったりするんで、まあ、今回は、野良の方もね後ろからついてきてくれてカバーしてくれて中を一掃してくれてと、あとは下にいるパルスみたいな状況が作れたんで、
まあ、いつも通りの順を追ってね、ガジェットを壊して少しずつ崩していくっていうような立ち回りに加えて、こういう感じの隙をつく立ち回りも知っておいてほしいなと思います。まあ、そんなことで今回解説してみました。参考になってれば嬉しいですけど、はい。というわけで皆様最後までご視聴ありがとうございました。今日も良い一日をお過ごしください。また次回の動画でお待ちしてます。バイバイ。